今回はブリーチカラーとヘアカットを2時間でやった内容をご紹介していきたいと思います。表面は見てわかるのですが、ビフォアの状態でかなりプリンの状態と白髪が混ざっている状態です。伸びてきた時にプリンにならずに放置できる方がいいということだったので、根元はバックコームでぼかして、その状態でリタッチに入りました。ブリーチのリタッチをラバークリップで留めて、根元の方に薬液がいかないようにしてですね、根元をブリーチ塗ってます。見えるところだけ、今回2時間なんで時間がなかったので、鉢植えとあとサイド顔周りですね、そこだけ根元の方をぼかしてやっていってます。もう時間がないので、なるべく薬剤はしっかり溜めながら根元側に塗ってます。ペーパーで留めて、毛先に、中間から毛先にこの強いブリーチ剤がつかないようにですね、保護しながらやっていきます。この後にですね、この鉢下の部分は根元を中途半端にリフトしてしまうとオレンジ味が出てしまうんで、そこは時間が難しいということでお客様に伝えて毛先だけをブリーチしました。ブリーチ剤のパワーはちょっと弱めております。この状態で全体を塗ってる感じですね。ラバークリップは止まってる状態です。シャンプーをして、シャンプー台でオンカラーをして席でなじませていってます。この時もリフト力が弱いカラー剤じゃないと根元の黒いところが中途半端に明るくなってしまうので、オキシのパーセンテージを下げてやってます。ちょっと焦ってますが、ちょっとアフターカットしてる状態ですね。はい、ちょっと時短の時は横スラで切る方が早いんで、横スラのリフトエレベーションで一品つなげて、はい、ブラント3セニングというのを使って早技でカットしてます。こちらがアフターの状態になります。根元は綺麗にボケてますので、これだと伸びてもすぐにプリンになってきませんので、おすすめです。